はい。すぐ鼻血出るで有名な系です。はい。今回はね、フロムソフトウェアから発売されましたシリーズ最新作アーマードコア6の楽しみ方、これを見たらめちゃくちゃ楽しくなるとかやりたくなるみたいな動画をね作っていきます。でね、一応3週目までプレイしてね、いろいろ知ってるつもりではいるので、よかったら見てってください。ストーリーとかね、システムとかね、わかんない人結構多いと思います。で、前作未プレイの方にもわかりやすく解説してるので、そこら辺もね、よかったらチェックしてみてください。で、まあアーマードコアね、難しそうとかね、複雑とかね、いろいろあると思うんですけども、そういうのでちょっと買うこと躊躇してるんじゃないでしょうか、皆様。はい。で、そんな皆様のためにね、その背中を押すべく動画を作れたらと思っておりますので、ぜひ最後までご覧になっていってください。もう本当にもうね、1日目で18時間連続でやってました。ご飯も食べず、もうご飯食べるの忘れました。はい。って感じでね、動画見てなんか面白いとか、このゲームやりたくなったとか、迷ってたけど買ったわみたいなって人いたら、もうぜひもうコメント、いいねとかいらないんで、コメントでね、買いましたとか言ってくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。もうこの時を待ってました、僕は15年間。はい。って感じでね、ごちゃごちゃ言っててもしょうがないんで、はい、動画の方を始めていきます。どうぞ。はい。ってことで本編行ってみたいと思います。でね、まず楽しむ要素としてね、これまあ大事、まあ他のゲームでも大事なんですけども、まず1個目、ストーリーを理解する。はい。まあ、ちょっとストーリー難しそうだと思うのでね、それも分かりやすく解説していきます。で、一応前作未プレイでも楽しめるストーリーになっているんですけども、ある程度ストーリーを理解するだけで何倍も楽しくなるのでね、ちょっとこれ付き合ってください。これぜひもう聞いてください、お願いします。もうフロムじゃなくて僕からのお願い。専門用語とかがね、たくさん出てくるので、それを噛み砕きながら解説していきます。はい。じゃあ行ってみましょう。まず、惑星ルビコンに、コーラルという物質が見つかって、様々なね、分野でそのコーラルは人類社会において飛躍的発展をもたらせましたとあります。で、ここを解説すると、コーラルっていうのは石油みたいなものって考えててください。で、トランスフォーマーでいうところのエネルゴンって感じです。はい。で、そのコーラルね、その物質、エネルギー燃料ね、そのコーラルは食べることもできます。で、一種の嗜好品としても使用されていて、これ簡単に言うと麻薬です。はい、麻薬でございます。コーラルは麻薬でエネルギー燃料って覚えておいてください。次行きます。ただ、このコーラルによって大災害、アイビスの火が起こって、その惑星ルビコンは炎に包まれて、住民の大多数が滅びました。で、まあ、これ簡単に言うと、まあ、エヴァで言うとね、ファーストインパクトみたいな、ルビコンがね、炎でバーってなっちゃって、ファーストインパクトバーンってなっちゃって、人々が滅びましたと。はい。で、それ以来、惑星ルビコンは封鎖されてしまって、で、一応生き残った人々がいたんですけども、その人たちは細々と暮らしていました。で、それから半世紀経ちましたね。半世紀経って、再びその惑星ルビコンで、またそのコーラルですね。麻薬燃料みたいなやつが見つかって、で、それに目をつけた、生涯企業、ルビコンの外の企業だね、が、その利権、そのコーラルを使う権利っていうのかな、その利権を争って戦いが繰り広げられるっていうのが、このまあメインのお話であります。で、ここ解説すると、まあその戦ってるね、その生涯企業が、アーキバスとベイラムとルビコン解放戦線の勢力が主にぶつかってます。この三つ、三つどもえですね。で、そのアーキバスとベイラムは生涯企業、そのルビコンの外からやってきた会社で、そのコーラルの利権を狙う会社でございます。で、それに対して、その惑星ルビコンの生き残った人々たちで形成される反抗勢力、ルビコン解放戦線っていうのが、このアーキバスとベイラムに対して反抗してるって感じになってます。で、次行きます。で、そして、ここにハンドラー・ウォルターっていうね、人がいるんですけども、その人が独立傭兵の強化人間 C4621 を惑星ルビコンに派遣しましたとあります。で、これ解説すると、ハンドラーっていう博士みたいな人は、まあ、621って呼ばれる人を強化人間にしました。今作の強化人間は、その脳みそ、621の脳みそに、コーラル、そのエネルギー燃料だね、やばいやつを注入して、ガン決まり状態にさせました。で、そうすることによって、感情がなくなり、記憶障害になるんですけども、そのアーマードコア、その機械だね、機械に乗ることに対して、めっちゃ最適化された人間になることを強化人間と呼びます。はい。で、その強化人間、621、で、コードネーム、レイヴンが今作の主人公であり、あなたなのですと。はい。そんな感じになってます。まあいろいろごちゃごちゃ言いましたけども、まあ動画だとね、図にしてね、いろいろやってると思うんですけども、もう全体をめっちゃ簡単に言うと、ガン決まりもできる石油
の取り合いです。はい。企業がそのガン決まりできる石油、いろんなことに使えるからね、お金儲けのために使えるので、それの取り合いをアーキバスとベイラムがしてて、で、その間にいるのがルビコン解放戦線ということになります。で、主なストーリーが分かって、世界観とかね、分かったところで、はい、次ですね。強化人間621になりきる。はい、これ一番大事です。はい、これ覚えておいてください。まあ、強化人間621はプレイヤー、僕たちでもあり、プレイヤーなんですけども、プレイヤーは独立した傭兵。なのでどこにも属さない、いわば一匹狼みたいなものなんですよ。ベルセルクで言うとガッツですね。はい。でこれね、まあ、前回のミッション、まあ、ミッションをどんどんね、傭兵なのでクリやっていくんですけども、前回のミッションでは仲間だったやつが次のミッションの時は敵の場合もあるみたいなね。自分がどこの勢力に加担するかは自分でね、ミッションを選べるので、それによってまたエンディングも変わってきます。で、しっかりとね、621になりきることで共闘した仲間、一緒に戦った仲間とか、これ戦いたくないけど戦わないといけないんだよなこいつと、みたいな、そういう同士との戦いにね、感情が生まれて、より一層このゲームが楽しくなると思っております。感情移入がね、ゲームを楽しくさせると僕は思っております。で、621になりきったら次ですね。はい、次3つ目、機体にコンセプトをつける。はい、このゲームで一番楽しいところです。まあ、アーマードコア AC を作るってところなんですけども、プレイヤー僕たちは100種類以上あるパーツの中から好きなものを選んで機体を構成することができます。で、僕はちょっと調べてないんですけども、まあ、おそらく最強武器と呼ばれるものが、まあ、存在してると思うんですよ。で、まあ、最強武器っていう響きはね、どんなゲームでも素敵なんですけども、で、一番大事なのはどの武器で敵を倒したいか、どの機体を操縦したいかだと思うんですよ、僕は。まあ、確かに最強武器を使って敵をね、なぎ倒していくのも爽快かもしれないんですけど、まあ、シンプルにこの武器かっこいいとか、この武器で敵にね、とどめを刺したいとかね、そういうのの、まあ、世界観を重視して、まあ、さらに敵に対しても敬意を払えるね、ロマンがある殺し方をすることで、自信と自分が強化人間になった意味がそこに生まれると僕は思ってます。で、例えば、まあ、高速で移動してね、高火力のブレードで敵を翻弄したり、まあ、見た目を重視した装備で、まあ、俺かっけーをしたりとか、はたまた動く要塞のようなね、重武装、戦車みたいな感じで敵を殲滅したりとかね、様々な方法でロマンを生むことができるので、まあ、機体にしっかりとコンセプトをつけてプレイするとより一層楽しくなります。で、さらにテーマカラー、カラーリングできるんですよ、このゲームは。テーマカラーをしっかり決めたり、好きなキャラとかものね、まあ、エヴァとかね、アイアンマンとかスニーカーとかね、そういう色の配色とかを参考にして作ってみることを最初はおすすめします。わけわかんないままでね、色つけちゃうと意外となんか全然良くないなみたいな感じになっちゃうんで。で、基本的に人間がいいと思う配色って3色までと言われてます。で、配色が多ければ多いほど、使う色が多ければ多いほど難しいんですよね、かっこよく仕上げるのが。なので最初はシンプルな配色で構成すると、色が見やすいと思います。で、例えば僕今こんな感じのカラーリング、黒を基調として光る部分だけを赤にしてます。ただこの黒にもちょっと青を混ぜたりとかして、反射するとちょっと青っぽくなる、黒の中にもちょっと青があるみたいな感じの仕上がりにしております。こんな感じですね。こういう感じにしたりとか、まあ、続いてこちらですね。まあ、この配色見たらもう一発でわかると思うんですけども、汎用人型決戦兵器、人造人間、エヴァンゲリオン初号機でございます。はい。この紫、結構暗めの紫にちょっと差し色で黄緑を入れてる。で、ところどころちょっとオレンジ入れるみたいな感じね。で、目はちゃんと黄色に光るみたいな。とか、まあ、このアイアンマンカラーっていうんですかね。ちょっと、金色を出すのがちょっと難しかったんですけど、こういう感じの赤を基調として、ところどころに金が入ってるみたいな。こういう感じでね、配色すると、まあ、わかりやすいというか、まとまった感じ、シンプルな感じに仕上がると思います。で、続いてですね、新システムの活用。はい。アーマードコア6では、前作にはなかったね、新システムが入っております。で、その中に、ウェポンハンガーっていうものがあるんですよ。で、そのウェポンハンガーがめちゃくちゃかっこいいので、一回見てほしいんですけども、通常、片吹きにはミサイルとかね、グレネードしか装備できないんですけど、今作では、そのウェポンハンガーを使用することで、肩に右手、左手武器を装備して、戦闘時に手と肩の武器を入れ替えながら戦うことができるようになりました。かっこいいんですよ。こんな感じなんですよね。弾めっちゃ撃ってて、敵と戦っている。で、オーバーヒートしそうだって時に武器を変えて持ち帰る。
でこっちをまた使い始めるみたいな感じの使い方ができるんですよ。なのでこれ、まあ、かっこいいし、まあ、武器いっぱい持てるっていうのって男の子絶対楽しいよね。なのでこれぜひ使ってみてください。で続いて、アサルトアーマー。はい、アサルトアーマーとは何ぞやってことなんですけども、まあ、アーマーと歌っているんですけど、これは劣気とした攻撃です。でこれ発動させると体内でチャージが始まって爆発して大ダメージを敵に与えると。一回やってみましょうか。かっこいい。で実用的でもあるんですけど、このモーションのかっこよさと、この使用した後コアの一部、あの胴体だね、の一部が開いて冷却しているロボのね動作がね、もうね、もうロボ好きにはたまらないんじゃないでしょうか。見てください、この今シャーってなってるとこ。これが冷却しきるとこれが閉じます。これだけでご飯3杯食えます。はい、って感じになってますね。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。もうめちゃくちゃ楽しくてね、もうこれからどんどんまた、まあなんかね、反響があったら動画また作ろうかなと思っているんですけども、まあそれぞれみんなの楽しみ方ねあると思うんで、それもよかったらコメントに書いてってください。はい、って感じで今回の動画はアーマードコア6、まあ、楽しみ方の動画ちょっと作ってみたってやつでした。よかったらね、チャンネル登録とか、まあいいね押さなくていいから、もうあれ、コメントで楽しみ方とかね、買ったよとかそういう声いただけたらマジで嬉しいです。はい、僕が作ったわけじゃないのにね。うん、って感じで、今回の動画は終わりにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ケインザライフのケイでした。